Minasan konnichiwa. Bangladeshi Dhaka daigaku no Mohammed Ansarul Alam desu. Kyou wa Bangladesh ni okeru nihongo kyouku no genjo to kadai nitsuite ohanashi itashimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Mazu wa Bangladesh no kihon jijo nitsuite kantan ni nobemasu. Bangladesh wa 1971 nen ni dokuretsu shimashita. Bangladesh no jinkou wa 1 yoku 6000 man nen desu. Bangladesh jin no 98% gurai wa Bengali go boku asha desu. Tsugi wa Bangladesh ni okeru gaikoku go kyouku wo kantan ni go shoukai itashimasu. Gaikoku go kyouku wa 3 no kategori ni wakerare masu. Kategori A wa eigo, arabia go, urdu go, persia go nado no gengo desu. これらは長年専攻課程として教育されています。カテゴリー B は新しい専攻課程であり、フランス語、日本語、中国語です。そしてカテゴリー C は一般コースとして教育されています。ドイツ語、韓国語、スペイン語、ロシア語などです。次は日本語教育の歴史について簡単にお話しします。バングラデシュでは1972年にダッカ大学で日本語教育が導入されました。そして1974年にダッカ大学現代言語研究所が設立され、この現代言語研究所が中心になってバングラデシュで日本語教育が行われています。2016年にダッカ大学で日本言語文化学科が設立され、同じ年バングラデシュ日本語教師会も設立されました。次は日本語教育機関数、教師数、学習者について簡単に述べます。まずは機関数です。1993年から2015年までの国際交流局の調査をまとめた結果、日本語教育機関がだんだん増えてきていることがわかります。そして日本語教師も同じように増加していることがわかると思います。また、日本語学習者数も同じように増加しています。で、これは2015年 のデータですが、バングラデシュ、在バングラデシュ日本大使館の Facebook ページなどを見たら、現時点では4800人ぐらいの日本語学習者がいるようです。その次は JLPT 受験者数についてお話しします。2015年から2018年までの JLPT 受験者の人数をまとめた結果、7倍も増えていることがわかると思います。人数としてはだいぶ増えてきていますが、その次のスライドを見ていただくと、N5 と N4 の受験者がほとんどで、上級レベルの学習者、つまり N1 と N2 の受験者は非常に少ないことがわかると思います。次は日本語学習者の動機について簡単にお話しします。で、国際交流機器のデータとアラム2005、2015などをまとめた結果、日本留学、国内の日系企業で働くこと、そして日本で働くことなどが大きな動機です。それ以外も、アニメ、生け花、盆栽への興味などを持っている学習者もいます。で、バングラデシュのおける日本語教育の最新動向について、3つの重要なポイントが取り上げられます。その1つ目は、ダッカ大学で、日本言語文化学科の専攻課程が設立されたことと、2番目は IT 技術者や技能実習生を送り出すことと、3番目はバングラデシュ日本語教師会の設立のことです。この3つの出来事について、これから順番に話していきたいと思います。必要に応じて、いくつかの写真もご紹介いたします。まずは、日本言語文化学科、つまり Department of Japanese Language and Culture についてです。2016年に設立され、2017年の1月から授業が始まりました。で、主な目的は学習者の
JLPT N ni ijono nihongo noryoku to nihon bunka shakai ni kansuru fukai chishiki o ataeru koto desu. Genjiten de wa 3 kisei made no gakushisha ga ryugaku shite ite, gokei 60 nin no gakushisha ga zaigaku shite imasu. 次の写真は JLC の始業式の写真です。ダッカ大学の副学長、研究所の所長、そして日本大使館の担当の方々も出席してくださいました。その次は JLC 授業開始の写真です。これは日本語教室です。次は JLC 分野ごとの科目と単位について話します。日本語を中心な科目ですか、課程ですか、日本語以外も地域研究、言語学、理論と応用などの科目も含まれています。次のスライドに学年ごと科目と単位をまとめました。1年と2年目は基礎科目や日本語科目が多くて、高学年になると 文学や理論応用学の科目が増えることが分かります。で次は JLC 日本語スピーチ大会の写真です。で今は日本語学科ができまして、日本の宮崎大学、東京外国語大学、そして国立国語研究所などのいくつかの教育機関との協定を結んでいます。でそちらの一つの機関、つまり、国立国語研究所の先生方が高大学にいらしたとき行ったスピーチ大会です。その次のスライドに東京外国語大学の篠田先生が政治や国政関係に関わる特別講演してくださった時の写真です。で日本言語文化学科の課題と対策案について話します。で課題としては、3年4年生の日本語教材が足りないこと、そして高学年で使う文学や理論と応用分野の教材も足りないです。また、日本語教育以外の専門知識を持っている教師が足りないことです。今までは言語中心の教育だったので、教師のほとんどはそういう経験のない教師です。対策案として、研究研修で教師が教材を作成することと必要な教材を直ちに購入することが必要として挙げられます。つまり、購入するか、あるいは教師自身が研究などで自ら教材を作成するかという提案をしています。また、JICA やジャパンファウンデーションに専門家派遣を申請することも一つの案かと考えられます。で次は IT 技術者の送り出しについてお話しいたします。で2017年に JICA のプロジェクトでビジェットプログラムが始まりました。このプログラムの特徴は、まず3ヶ月現地で、ね、日本語を勉強して、そして宮崎大学で日本語の勉強とインターンシップをします。最後に日本の IT 企業で派遣されて就職してそこで働きます。で、2017年から2020年にかけて300人ぐらい受け入れる予定だそうです。で、次のスライドに IT 技術者が宮崎に来た時の写真です。その次に技能実習生についてのスライドです。で、2017年と8年に日本政府と IM Japan との協力覚書を結んでいます。で、この技能実習生を送り出すことに大元にバングラデシュ国内で24のテクニカルトレーニングセンターで日本語教育が導入されています。で、その次のスライドに技能実習生が
রাজনীতি শুরু চোখে যায়নি এই কাঙ্কেন আর মিনিস্ট্রি দেয় তত্ত্ব শাসন দেশ দেখ আই থেকে যুচ্ছ সাত গিন যিশু সাহেনি খানসুর খাদাই তো থাই সাকা The Kadai Toste, Okurida Sulinzua, Mother Skunai Kototo, Nihongo Kiyuga, Hijoni, Hikui, Kotoga, Hagaramas. Mata, Tokuni, TTC, the Oshitir Nihongo Kyoshina, Nihongo Norikuya, Kyoju Kono Chishikiga, Hijoni Hikui Kotoga, Hitotsun, Kadai des. The Kono Taisako Antostewa, TTC no, Kyuinua, Kyoshikaini, Nukai Sasete, Kyojuho Manabu Bao, Atairu Kotoa, Hitotsun. もう一つは IT 技術者そして技能実習生が実際に日本でどのような問題に直面しているかを調べてその対策案も考えることですで最後にバングラデシュ日本語教師会についてお話しいたしますでバングラデシュの日本語教師会は2016年に設立されて現時点で会員は29名です。で、主な目的は、教師同士のネットワークや教材、人材育成、専門知識や技能をの向上することです。で、現時点では、勉強会などが行われています。で、次は、バングラデシュ日本語教師会の勉強会の写真をお見せします。その次に、JALTA 日本語教育セミナーです。で、これは、国際交流基金出入り事務所の専門家がいらした時の写真です。日本語教師会と在バングラデシュ日本大使館の主催で行われた日本語教育セミナーです。その次の写真は、広島デーを実施した時の写真です。大学の副学長、そして国際関係学の先生の広島についての、つまり第二次世界大戦についての特別講義もありました。その次の写真は、広島デーの後半に先生方、あるいは教師会の先生方、みんなで大学内でピースラリーを実施した時の写真です。で、JALTA の活動についてお話しします。長期的な予定として、研究会、また、教材、あるいは、研究論集などを把握することは長期的な予定ですが、現時点ではほとんどできていないです。で、JALTA の課題と対策は、で課題は、Dhaka中心で会員が少ないことです。また教師間の日本語能力のばらつきがあります。そして、設備などがまだ整っていないことです。で、これに対して対策案として、国内教師研修の機会を作ることと、定期的に地方の日本語教育機関での模擬授業セミナーなどを実施することが考えられます。で、最後に、バングラデシュの日本語教育の全体の今後の課題として、課題についてお話しいたします。で、教師の日本語能力、教授法の知識を上達させることです。そして、日本語教育機関の徹底的な調査を行う必要があります。国内外でバングラデシュ人を受け入れている日系企業の調査を行う必要もあります。で、最後に日系企業に日本社会で要求されている技能や知識を与えるような対策案を考えることも今後の課題です。ご清聴ありがとうございました。